What's going on, everybody? This is Rylesus here. Today I'll be continuing to react to this one-star Dragon Eagle on episode 3, Confrontation. So let's begin.扉を開かん。中に形にするよ。お、起きたな。おはようございます、アルフ。僕、疲れて、寒くて、眠っちゃって。助けてくれたの？まあ、俺たちもあの吹雪じゃ山を降りられなかったしな。無事に目を覚ましてよかったですよ。どうして助けてくれたの？敵なんじゃないの？俺たちはお前もお前の母親も傷つける気はない。でも煉獄の鍵が欲しいんでしょ？そうだな。本音を言えば、お前と出会う前は力ずくでも奪う気でいた。だが、お前の気持ちを知るうちに、そんな気は起きなくなったよ。俺だって自分の親を傷つけられるのは我慢ならない。お前の気持ちはわかるつもりだ。じゃあ、どうするの？それは…この音はこちらに近づいてきます。こんな雪山に何の目的もなしに近づく者はいないでしょう。となると、俺たち、いや、アルフを狙う敵さんか。いいか、アルフ、俺の後ろに隠れてろ。何が来ても守ってやる。でも僕、お前は母親を守るためによくやった。そんなお前だから守る価値がある。必ず守るから、守らせてくれ。約束しよう。僕なんかと約束してくれるの？ああ、お前とだからだよ。しますよ。
All right, let's check out episode 4, Promises Made.遅かったか。ネイビン、気をつけてください。街中ですれ違った妙なマナの持ち主、あの男です。ただ者じゃないってわけね。その少年を保護したい。こちらに渡してくれないか。あんたらが安全だっていう保証はないだろ。渡せないね。その子の母親から頼まれたんだ。嘘じゃない。じゃあ俺たちがその母親の元に連れて行くとしよう。母親の居場所を教えてもらおうか。それはできない。母親の、煉獄の鍵の持ち主の居場所を知られたら困るからか。あんたらの目的も俺たちと同じ、煉獄文書ってわけだな。察しがいいね。さすが北教会の使徒だ。俺たちが何者かまでバレてるとは。そっちもなかなか切れ者だな。そりゃどうも。それでどうする。このままおしゃべりを続ける。このまま行っても平行線だろ。そうだね。やるしかないみたいだ。ネビン、ここは私が。あなたはアルフを守ってください。だが、あの謎の板といい、マナの量といい、何が飛び出してくるか分かりません。ドラゴンの私が戦った方がいい。それにアルフがこの場で一番信用しているのはあなたです。約束していたでしょう。そばにいて守ってあげなさい。いいですね。分かった。頼んだぞ、ダミエル。ええ、親は子を守るものですから。さあ行かせてもらいますよ。Meant to fight. ここは通しませんよ。子を守るのは親の務めです。
最終決戦だ。そう。おしゃれを。いたずらを仕掛け。ルーラーズパレット。これでどうです。ならこそ全てだ。これでどうですか。That's real familiar.こいつらやはりただものじゃない。もう勝負はついただろう。少年をこちらに。いやまだだね。俺が戦う。少年を守りながら戦うなんて無理だろう。諦めるんだ。やだね。約束は守るもんだって親からきっちり教えられてるもんでね。約束したんだ。こいつも母親も守るってな。こっちの心配してないでかかってこいよ。どうする？君たちの目的は煉獄文書だろ？それがどうした？煉獄文書はここにある。なぜあなたがそれを？その子の母親にもらったんだ。代わりに息子を守ってほしいって。母さん、この煉獄文書は君たちに渡そう。いいのか？それはメーネの。いいんだ。その代わり少年をこちらに渡して、そしてこの親子に二度と関わらないって約束して。あれ本物か？ええ、おそらく封印を解除した痕跡が感じられます。何しろ一瞬のことだったのではっきりと覚えていないのですが、あの男とすれ違った時隣に別の女性がいた気がします。その女性が母親なら彼らの言葉は本当かもしれません。くそ、どうする。僕、行くよ。ちょっと待て、悪いやつかもしれないんだぞ。うん、でも僕、もうお兄さんたちに戦ってほしくないんだ。
少年の安全は保証する。必ず無事に送り届けるよ。本当にいいのか、アルフ。大丈夫。そうか、分かった。元気でな。うん、約束してくれて、守ってくれてありがとう、お兄さん。必ず無事に送り届けてくれよ。分かってる。そっちこそ約束は守ってよね。じゃあこれを。この煉獄文書は今から君たちのもの。でもどうかこれを馬鹿げた争いに使わないでほしい。あの人は、女神イリアはそんなこと望んでいないだろうから。じゃあこれで。煉獄文書を回収、任務完了ですね。ああ、なんだか釈然としないがな。そしたら帰るのが怖くなっちゃって、プレゼントもあげられなくて、煉獄の鍵ももらってあげられなくて。僕、母さんのこと大好きなのに何もしてあげられないって思って。バカ、私がいつ煉獄の鍵をもらってくるなんて言ったの。あなたを犠牲にしてまで自由や安全なんて欲しくない。あなたにはただ幸せになって欲しいのよ。あなたは私の生きる意味、私の希望なの。希望？煉獄の鍵を持つ血筋の多くは自由に生きることを許されない。煉獄文書を守るために身を隠しながら生きることを強いられる。特に私は早くに両親を亡くして孤独で気が狂いそうだった。やけになって結界を飛び出した日、森で泣いている赤ん坊のあなたに出会ったの。あの日からあなたは私の希望。あなたがいたから生きてこられたのよ。大人になって離れるその時まで、もうどこにも行かないで。なあアルフ、落としたプレゼントってもしかしてこれか？どうして持ってるの？拾ったんだ、返す。清流祭、一件落着だね。イリア、よかったのか？煉獄文書を渡してしまって。ああ、始末はできなかったけど、内容は暗記したし、あれが明るみに出ても大した影響はないと思う。何が書いてあったんだ？おおむね僕たちの知ってることかな。とはいえ、あれを彼らがどう使うのか、それは神のみぞ知るってやつかな。女神イリアには娘がいたのか。生き別れた最初の娘の幸福を最後の時まで願ったとありますね。女神の子は魔人って話じゃなかったか？この娘が魔人？さあ、
魔人の他に娘がいたということかもしれませんし、なんというかこの書は私たちに真実を明かす類のものではないのでは。というと？日記のようなものなのでは。私たちが勝手に騒いでいるだけで、あの少女が言ったことの意味が分かるような気がするんです。これを争いに使われるようなことは女神イリアが望んでないってやつか。まるでイリア本人を知ってるような口ぶりだったよな。ええ、彼女が何者なのかは分かりませんが、その言葉に共感はできます。女神も望まないでしょう。子供への愛が争いの火種になることなんだ。子供の方だって嫌だろうな。その上でこれをどうするか考えなきゃいけないってことか。こりゃ煉獄文書回収の任務よりよっぽど難題。この金は。メーネ、君の最後が愛する者に囲まれた幸せなものでよかった。君は最後まで不出来な娘の幸せを願ってくれてたんだね。ごめん、メーネ。イリア、そろそろ中に。泣いてるのか。見られちゃった。メーネのことか。うん、変わらず愛してくれるんだもん。千年超えても過保護でさ、懐かしくて嬉しくて、でも申し訳なくて、メーネと別れてここにいること後悔はない。でも正解だったのかは今もわからないままなんだ。選択し終えてしまった今の僕では結果論でしか語れない。あの時の感情や覚悟を結果論なんかで語りたくはない。語っても意味がない。正解なんて導き出しようもない。分かってるのに時折どうしようもなくメーネに会いたくなる。イリアって呼ぶあの声を聞きたくなる。イリア、メーネはなぜ煉獄文書を残したんだと思う？さあ、はっきりしたことはわからないままだけど、歴史の真実を残したかったからかな。それもあるかもしれないな。ん？モルティスは他にも何か理由があると思うのかい？イリアは自分のことになると天才じゃなくなるな。それとも家族とはそういうものなのか。近すぎて気づきづらい。なんだよそれ、何が言いたいのさ。メーネだって歴史の真実なんて書き残せば後の世が混乱することくらい分かっていたはずだ。それでも煉獄の鍵で封印して信頼できる血筋に
その鍵を守らせてまで残した。メーネがそこまでして歴史の真実にこだわる理由があるだろうか。まあ確かに、自らイリアを名乗って世を治めたわけだし、それをわざわざ嘘だって語るようなものだ。煉獄文書はイリアへの伝言でもあるんじゃないか。伝言？私たちを忘れず、少しでも何か渡せればと書き残したもの。それが今の煉獄文書なんじゃないか。いつかどこかの世界で私たちが自分が残した書を手に取ると信じて、どこかでイリアが生きていると信じて、メーネは書き続けたんじゃないか。そんなことってあるのかな。僕みたいなわがまま娘にさ。そういう人だったぞ、メーネは。イリアが一番よく知ってるだろう。やっぱり会いたいな。今度はもらうだけじゃなくて、僕からも伝えたいんだ。あ、いつか帰ろう。もう一度一緒に、メーネの元に。いつか帰ったら伝えるよ。星降る夜の奇跡をありがとうって。大好きだよって。And that's the end of the One Story Dragon Girl. So thank you guys for watching all the way up to this point. Don't forget to hit the like and subscribe button, hit the bell for more notifications. And a quick reminder, I do have an active Discord group. Please come check it out. I'll leave this link in the description of this, on this video. And anyways, thank you guys for watching. I'll see you guys in another video. See you later.